皆さんこんばんは。さあ今回 MC を務めます、どうもアメリカザリガニ柳原でございます。さあ始まりました、バスタードアニメ化決定特番。うわー、いやー、この度ですよ、この初のシリーズアニメ化ということでございましてね、非常に興奮しております。私もね、やっぱりバスタードといえばですね、あの魔法のね映像がどういう風に描かれるのか、すごい迫力でございます。うわ、お前の話はどうでもいい。あら、からって言いたい。厳しいね。なるほど、そういうことか。わかりましたよ。キャストの皆さん紹介しろって言うんだろ、早く。いくらでも喋れるんだぞ、俺は。もういい。わかりました。すいません。じゃあ早速ですね、今回記念すべきバスタードアニメ化決定特番ということでございまして、先日ですね、解禁されましたキャストの方たちをご紹介いたしまして、アニメバスタードの魅力をたっぷりと語っていきたいと思います。さあ、それではお待たせいたしました。じゃあ順に。じゃあ谷間さんから自己紹介お願いします。はい、世界中のバスタードファンの皆さん、お待たせしました、ダークシナイダー役の谷山貴章です。お願いします。ありがとう、素晴らしい。さあ続いて楠木さん、お願いします。皆さんはじめまして、ティアノート陽子役の楠木智です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ続いて安本さん、お願いします。はい、おはようございます皆様、忍者マスターガラ役でお世話になります、安本博樹と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ゆきやしてかずさん、お願いします。おーい、お待たせー。名役のひかせよこです。やっとすごい、ちっちゃいハートからいろんなハートさすが、さあ可愛らしい、最高のクオリティありがとう、目力強い、ありがとうございます。さあさらにですね、この方自己紹介お願いします。アニメバスターズのプロデューサーをやっておりますワーナーの鶴岡と申します。今日は天の声で、はい、参加するということでよろしくお願いいたします、はい、鶴岡さんよろしくお願いいたします。はい、ということでこのね、豪華なメンバーでお届けしていきますので、よろしくお願いします。バスタードね、こちら私も大好きな作品でございまして、まあ、ようやく来たかというね、ことで、まあね、ファンの皆さんもね、たくさん、まあ、我々世代は特にね待ってましたということでね、まあ、今回は初めましてという方もおられると思いますけれども、今回はですね、この魅力をたっぷりお伝えしていきたいんですが、まずはですね、バスタードについてですね、あの簡単にご説明していきたいと思います。さあ、このバスタードという作品でございますが、週刊少年ジャンプ黄金時代を代表する萩原和志先生原作の漫画でございますね。ダークファンタジー漫画の始祖であり、金字塔とも名高くですね、後の数々のファンタジー作品に影響を与えてきました。現在27巻まで発売されているんですが、なんと国内累計発行部数は3000万部を超えるそうでございます。素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとう、いいリアクション。3000万部ですか。3000万部、ありがとうございます。素晴らしいでございますよ。今一生懸命乗っかってクソリさんも驚こうとしてるのがおもろかった、はい、いいです、皆さんで盛り上げていきましょう。さあ、まあ、このね、王道のねエンタメ性と斬新で壮大な設定を合わせ持つストーリーとなっております。圧倒的なファンタジーの世界観、それから迫力のあるバトル、少し過激なヒロインたちのね、ちょっとセクシーなわーみたいなねシーンもねたくさんございますのでね、思春期の我々は本当にドキドキしたもんでございます、はい、とにかくですね、魅力がたくさん詰まった、まさにこのね我々世代の青春時代というね、ど真ん中の作品ということになっておりますけれども、まあだから谷山さんも安本さんもね、はい、ど真ん中でございますよね。そうですね、もうマジで全部普通に持ってますし、素晴らしい、世代的にさすが、さすが、多分実家に帰ったら最初の方のね、8巻9巻ぐらいまで多分初版だと思いますよ、発売日、ジャンプコミックスって発売日決まってるから、そこに買っていいって言ったら多分あると思います。いくつぐらいの時に、小学校じゃないかな、一番最初はエッチな小学生だよ。まあ、なんで親戚のおばちゃんみたいな、この端っこの人。でもしょうがない、週刊少年ジャンプでやってたんだそう、うん、少年だから読んでいた、いいんですよ、読んでた。こうね、ドキドキしながらもこうね、大手を振って読める作戦でしたから。駅の購買部で買えるんですよ。そうなんですよ、キヨスクで買えるんですよ、ね、俺クスノキさんとヒカセさんはまあ連載時の世代ではないんですよね、もちろんね。そうですね、そうなんです。トモリリは生まれてもないよね、きっとね。そう思いますね、88年からでしょ、連載、まだ、まだ厳密に言うとまだ連載はしてるんですけどね、まあまあ中断してます、お休み中ですけど、ね、連載88年です、ね、読み切りが87年、そうね、そう、そういうことで、僕も中学校1年生ぐらいでしたね。そうですね、我々もそれぐらいやったと思いますけど、いや本当これいいのって思いながらやっぱ読んでましたから、
なんかいろんなところが熱くなりましたからね。いいですね。素晴らしい。ね、ダルシナイダーが。限ってましたよ。素晴らしい。冒険心がね。俺のダークシナイダー。やめなさい。我慢してたのに。みんな我慢してたのに。冒険心がね。いやでもどうでした、そのダークシナイダー役が決まった時の、はい、夢のようでしたね。いやまさかって、そもそもあのオーディションの話が来た時にやっぱとても驚きましたよ。なるほどなるほど、この子に及んでやるんだってこのタイミングでアニメ化するんだって。はいはいはい、かつて何本かというかの OVA で昔ね、はい、やってたのもちろん存じてたんですけど、そっから何十年の時を経て、そうですよ、改めてこの時代にっていうんで、だから全力でやらせていただきましたね。オーディションはもうまさか受かると思ってませんでしたけども、いやまあ俺しかいないなと思ってましたけどいいよ、まあ、それはもういいですよ、ほんとぴったり、もう最高の後付けですいいです、もう言っていいです、そりゃそうですよ、 やらせていただいて光栄至極に存じます。最高です、はい、最高ですね。安本さんいかがでしたか。はい、まあこの言い方だってのかどうか知らないですけど、できんのってのが最初アニメ化ですって言われて、うん、できんのバスタードっていうのが一番最初、まあだってその表現的なものも冒険心をくすぐるものが多々ありましたからここに今日ねいらっしゃるね新さんとか本当ありがとうっていう気持ちしかないんですけどそういうのも踏まえてできんのっていうのが一番ありましたし、まあオーディションの話が来て新島さんからも受けさせていただいたんですけど、もう一回受けさせてもらってて、ダイヤモンという役をやりまして、自分的にはオーディションで会心の出来ができたのはダイヤモンの気がしたんですよ。そうなんですね。 でも出番としては当然新島さんからのが多いから、うん、あでもそれからの方が決まりたいけど、これはダイヤモンが仕上がりいいかもしれないな、マネージャーごめん、ダイヤモンうまく受かるとしてもダイヤモンかもしれんって言ったら新島さんからで決まりましたって言って、うん、やったと思った反面、うん、ダイヤモン誰と思ってどちらちキャストをねいつか発表するタイミングがあると思うんですけど、なるほどーっていう、なるほどだからもういろんな意味で現状昔からワクワクさせてもらってますけど、まだ僕作品に携わっててもまたいろいろワクワクする要素があるので、すげえ楽しいです今。こう熱の入り方が違うんです、うん、世代別でね、うん、知らずにこう、まあ、バスターズアニメ化ですよ、次役決まりましたよって言って、うん、どういう印象を持ったかって楠木さんとかどうなんですか。やっぱセリフの言い回しがちょっと今と違うなっていうのがようこさん、そうね、そう読みの時にどういうニュアンスつけたらいいかが分からなかったですね、最初は。だから僕っていう、あ、まあ、僕そうですね、キャラクター結構ね、とかあの走りですよね、うん、そうかもしれないです、うん、そう僕走りかもしれない、だぞとかも、うん、だけどこうだぞ僕なんだけどお姉さんっていうところも、うん、こうバランスの取り方が難しい最初は印象があって、うん、作品としてはやっぱダーシュが何でも常識を破ってやってくれるので見てて爽快でした、うん、いいですね、もうダーシュって言ってるんですよね、そうなっちゃうんですね、ありがたい、陽子さんはルーシェ君としか呼んでくれないんで、あそうかそうか、たまに呼んでますよ、ダーシュないだって、これすごい今ダーシュって、でもダーシュって呼び方って陽子さんは多分しない、うん、しないですね、ちょっと今ゾクッとしたかもしれない、なるほど、トモリル初めて垂らされちゃうよちょっと貴重な貴重な一回ですね、イージーなやつなんだ、そうなんだ、ちょろいんだよね、ひかさんどうですか、ダッシュ、いや違うから、ダッシュ黙れ当たりきついな、黙れ作中で呼んでるめっちゃ呼んでるやんけ、ひかさんに当たり強いな、で求めてるんだもん彼女を、欲しがるんか、これほっといたら一番かわいそうなのこの子ですかどうですか、私はなんか意外とすんなりこう作品の中に溶け込めるというかスッと入って込める声だというか、まあ、それも私がこの16年間声優やらせていただいてる中で結構まあエッティなあとまあ刀とか魔法みたいなものとか、そういうなんか世界観にすごく慣れていたので、なんかもうこの16年間はこのバスタードのためにあったんじゃないか、あなるほど大丈夫言い切って私の16年大丈夫なるほどっていうくらいなんか全てがこう詰まってる作品だなと思いました、そうか、ね、特に女性陣オンオフありますからね、うん、そうなんですよ、なんか凛とした自分となよっとしてしまう自分ととかこういろいろねありますからね、あとファンタジー作品が最近すごく増えてる、はいはい、そうですね、ナロー系とかも、うん、そうですよね、異世界とかね作品が増えてるん
ですけど、うんうん、まあ、それのまあ元祖的なものっていう相当始祖に近いです、うん、そうなんですよ、うん、私も名前だけはやっぱり知っていて、やっぱ有名な作品なので知ってはいて、内容を読ませてもらって、うん、なんだろう、あのシリアスの中に急にギャグが挟み込まれてそれがすごい面白い、うん、本当に。ほんで、まあ、当然みんなが知ってるようなこともこう当たり前に出てくるから、うん、あ、こんな昔からこういうね、あのテイストでやってた作品があったんだという、うん、そうなんです。だからもうその一周回ってその知らない人、今そのナロケとかを楽しんでる若い人たちも見ていただいたら、こう違いとかもそうですよね、あるし、あ、ここ同じじゃんとか、うん、あ、これが元祖だったんだみたいなところは結構楽しめるんじゃないかな。いや、そうですよね。だから本当にこう我々世代はもう一度このね素晴らしい作品をかみしめてもらいつつ、うん、ね、まだ知らないという方はですね、こういうのがちゃんと昔にこのね日本を支えてたんだね、日本の思春期を支えてたんだという、ね、いうのね、それはそうかも。でも青少年たちのね、ちょっともう全部じゃないですか、中にも全部入ってるから、そうですね、もう確かに。ほんでもう何よりこの情報量という書き込みの凄さが、これ当時ね、安本さんここまで書く先生なかなかいなかったですね。週刊連載だと考えると萩原先生と、あとまあ後々ね、あの荒木先生とかもいろいろいらっしゃいますけど、なかなかすごい人だと思いますね。すごかったですよね。線が細いんですよね、最初の、特に最初の頃、あの今もうさっきクソリシャに見せたんですけど、はい、もうすげえ違うんですよ。でも最初の頃は明らかにフル手書きなんですよ、はい、そこがすさまじいんですよ。すさまじいね。鶴岡さん、あの後ろも全部手掛けたんですよね、この背景も。そう、背景の書き込みとかやっぱすごい。背景すごい。当時のそのファンタジー世界観って、うん、まだそこまで描かれてる作品がない中で、うん、萩原先生が作り上げた、うんうん、バロック式の建物だったりとか、うん、なんかああいうその建物とか、うん、あと世界観とか魔法陣とか、魔法陣すごかったですよね。やっぱすごい先駆者的なところはあるなっていうのは思いますよね。で、魔法陣城で残さなあかんってことですからね。これで周りをベタでこう、こうって言って、もうこう、もう見るだけですごい情報でありましたけれども、うん、はい、ということでもうしゃべり出すと止まらないんですけど、どうですか皆さん、ちょっとこのバスタードの素晴らしさ、魅力伝わったでしょうかね。はい、ということで本日はですね、このバスタードアニメ化決定特番ということで新規情報がございます。なんとですよ、この番組で初解禁となりますこのティザー PV が到着しました。じゃあちょっと V 振り、うん、VTR ご覧ください。ちょっとこれやっぱり楠木さんにやってもらおうかな。もう俺がやってもむさいし、ほんで、ひかさこさんがやったらみんな怒るし。なんでよ。いや、みんながバイバイってちょっと思ってたのに。じゃあちょっと、楠木さん、はい、じゃあ V 振りお願いします。はい、VTR ご覧ください。どうぞ。これ、ああこれや。悪で残忍で狡猾で非情、伝説のウィザード、ダークシュナイド、ザーザードザーザークローのアクセプト、我が剣となりて敵を滅ぼせ、行くぞ化け物が。ついによみがえったぞ。ということでご覧ね、なっていただきましたけれども、うん、こちらのティザー PV でございますけれども、新規情報ねちょっとたくさん集まっておりまして、どこからね話そうか悩むところでございますが、ちょっと感想を聞いてみましょう。楠木さんいかがでしたか。かっこいいですよね、うん、BGM もだし、はい、ターシュの、うん、何もうやっぱちゃんと垂らそうとしてる俺いけそうだなみたいなこれ落ちんなって人は落ちるよちょろいなもうダッシュのね、そうセリフとかもすごいかっこよくて、もう早く見たくなりますね、うん、なんか良かった、素晴らしかったですよね、うん、ちょっとなんか知られてない情報もいっぱいありましたけど、しれっと書いてありました、はい、いろんな書いてありましたね。ひ
カスのいかがでしたか PV。 いやもうねちょっとしかねネイ映ってないんだけどやっぱネイがね一番可愛いのさすが、さすが、素晴らしい。こうやってたのやってましたね、間違いなくやってましたよなるほど、はい、じゃあ安本さんいかがでしたか。そうですね、まあ漫画もね当然先ほど画力の話とかもしたんですけど、アニメもそのやっぱ刷り込みですごい絵っていう印象がある作品だから、はいはい、アニメ負けてたら、うん、そうなんですよ、大変だろうなと思ったけど、うん、はちゃめちゃ綺麗だったから、うん、嬉しいですね、うん、嬉しいです。谷さんいかがでしたか。いや本当にでも期待値って高いと思うので、はい、この一発目の PV がんっていう風なことになると一気にファンの温度って下がると思うけど、はい、そうですね、多分そのハードルはクリアしてたし、例えば陽子さんのあられもない姿、はい、エッティでしたね、エッティでしたねすごく嬉しそうだな、あの人嬉しそうだな、スライムまみれになってましたね、まみれになっちゃう。え、何？ああいうのも走りなんです、走りなんじゃないですか、多分ね。あそこまでやりきった少年誌で貫いたという意味だ、そう、うん、僕らのリビドーは突き動かされ続けましたよね、あれでね。だってあんな、まあ、シーンもありましたけど、はい、ああ抱えんでもいいんですよ、そうです、このお姫様もね、こう抱えなくてもいいはずなんですよ力もあんねんから小脇に抱えて登れるはずなんですよ。そうなんですつろかさんの聞いてみましたいかがでしたか今の。そうですね、あの今のスライムのシーンとかは、はい、本当後々いろんなこう作家さんにも影響を与えるあの有名なシーンで、まあ、あのそんなにね長くは見せられないんですけど、うん、ワンカットぐらいはちょっと入れてくださいの、ね、ね、ありますよっていう、趣味かい、ライムお待たせしましたってプロデューサーの趣味かよ違う、ニーズ、ニーズが、ね、もうちゃんともう期待してる、皆さんのニーズで、あの原作を基本的には準拠して、うん、あの本当にあの丁寧に最初からやっていくっていう風にあのしていっておりますので、まあ、今回2クールなんですけど、うん、まあ、かなり原作を順を追ってやっていて、うん、PV はだいたい5話ぐらいの中から、はい、1話から5話ぐらいの内容からこういいところをこう集めている感じなので、うん、ネイとかはもうちょっと後に出てくるんで、うん、そうなんですよね、あのワンカットしか、うん、ないんですけど、はい、許す許す許す、いいよ、まあその触りのところクオリティとか、まあ、こういう感じになってるっていうのを期待して、また続報を待っていただきたいな。いやいや、はい、ほんまに、いやもうね映像素晴らしかったですし、本当にあのバスターズ知らない人に言うときますよ、あのパクってるやんとかちゃうからな。あの逆に逆やからな。今の世の中が全部パクってんやね。それはそれで語弊ある。オマージュ、オマージュ、オマージュというか影響受けてるっていう。そこだけ間違えないでね。もう何十年も前にこういう作品があって、それを今回新たに素晴らしいクオリティで作り直してるっていうのをね、はい、ぜひとも皆さんは言っていただきたいと思います、うん、さあということで続いてはですね、このねティーザー PV でも登場いたしましたけども、ご自身が演じておられますキャラクターについてもお話ししていきたいので、じゃあまずはこの主人公ダークシュナイダー、はい、まずこちらの説明を、谷山さんお願いします。そうですね、400歳の魔法使い、うん、そうですね、で僕はあの、まあ、年齢だとか人の、まあ、身長が数字とかどうしてもなんか興味があるんで、身長体重調べて192センチの96キロっていう、だからこれのエンゼルスの大谷翔平選手と大谷さん面白い、それは超人ですね、これはすごいです、俺は二刀流だよ、これはあの2枚目と3枚目のね二刀流、あ面白い、いや、やめてるなぁ。やられた。めっちゃ面白い今の。めちゃめちゃ広げますね、やっぱ。めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白い。どっかで、どっかで言う俺は。あ、もうぜひぜひ。大谷翔平さんと一緒だと。サイズが大谷さんと同じだって。もう、ほっといてもヒーロー体型だっていうことですから。とにかくあの絵に描いたような文字通り絵に描い文字通り絵に描いたようなってもおかしいですけど、うん、はい、天上天下唯我独尊というか、はい、俺様キャラっていうものの、うん、なんかその一つの、到達点なような感じがしますよね、演じる時もだから竹を割ったように、僕もあの演じさせていただいた次第なんですけれども、うん、まあ、これが、うん、一応ギリギリ主人公なんで、はい、だから悪者っぽくならないような、うん、感じっていうんですかね、ちょっと可愛げのある、うん、すごく不遜な男なんだけど可愛げを持った主人公、うん、なのだろうなというようなところを僕は感じてますけど、いや素晴らしい、はい、こう男なら誰しもこうなりたい、ね、こうありたいっていう ね、 なりたいのはみんなキャラクターですから、はい、はい、素晴らしい。楠木さん、
はい、陽子さんについて教えてください。はい、陽子さんはですね、唯一ダーシュが勝てない女性ですね、うん、そうね、はい、メタリカーナ王国大神官ジオの娘ということで、ルージェとはこう一緒に育った仲なんですけれども、うん、王国が危機に瀕した時にちょっとね、とあるこうことを使いまして、書いてありますけどでも解いて、まあ、ダーシュの封印を解くきっかけになる子でございます。ですごい正義感が本当に強くて、はい、かつやっぱ僕だぞってい う, こうちょっと男勝りな口調だったりするんですけれども、でも内面はすごい女性らしいというか愛情深い印象私はすごくあって、こうルーシェとかダーシュに対してすっごい怒るんですけど、でもすごくそれは心配だったりとか愛情から来てるものっていうところで、すごくやっぱ理想的な女性像だなっていう印象がありますね。そうですね、うん、母のようであり、うん、姉のようであり、時には妹のようであり、うん、ね、素晴らしい。で今回毛量がいいですね毛量がとても とてもいいですから毛量どういうこと、もう両方あの両方ベストですねすごくいいよかったよかった、いいんですよ。じゃあガラ、はい、安本さん教えてください。まあ、ニンジャバスターガラは気骨ある男ですけど、はい、まあこの何でしょうね、これも当時というかね、最初連載された最初の頃の、うん、ジャンプとかっていうのはバトルものの、はい、もういっぱいあったんですけど、バトルものによくあるあのペルランポジションみたいな感じで解説をしてくれたりもするんですね。あれはさまとかの、そう、忍者なんでめっちゃ魔法詳しいそう知ってるんですね。でもそういうのってチャーミングなキャラじゃないと成立しないんですよ、はい、でガラってのはもう気活らせる一見こわもてのなんかオラオラ系だけかなと思いきや、うん、まあ、優しさだったりとか、なんでしょうね、もうしょうがねえなと受け止める許容力だったりとか、うん、そういうのとかもいっぱいある、人間味がもしかしたらこの先の中で一番あるかもしれないぐらいの人な気をしてやってます、うんうん、あと手が生えてきますそう人間なんですけど、人間のはずなんですよ。だからそこら辺は僕も少しマスターまで行くとここまで行けんのかって思いながらやらさせていただいております。でもすごくなんでしょうね、人がいいです彼は。だからやってて楽しいし好きですね、はい、なんかね、こういう柄みたいな人に男としてはこう好かれたいというか、うん、そうね、信頼されたいみたいな、怒ってくれますしね、いさめてくれるし、うん、そうですね、で素晴らしく頼りになりますから、はい、じゃあ続いて、はい、ガツさんネイについて教えてください。はい、ネイもあの柄と同じく四天王の一人です ね、うん、ね、はい、反逆軍団の四天王の一人なんですけれども、まあ、ダークエルフと人間の間に生まれたハーフエルフということで、まあ、お耳がこうちょっとにゃっ、よいしょって尖ってる、よいしょって尖ってますなんか雷系の呪文を使って魔法を使えたりもするし、剣でこう武闘派みたいにこう剣術を使うこともできます。繊細孤児になっていたところダークシュナイダーにまあ拾われて、まあ娘と兼恋人でもあるんですけど、まあどっちかっていうとなんかこう娘として甘える姿よりも、ここちょっと結構私の中ではネイは結構乙女で、恋する乙女みたいな部分が結構強い人だなと。最初の時登場した時は結構音響監督さんにもかなり男勝りで、こうちょっと男に聞こえてもいいぐらいもちょっと低めに淡々と、そして己のなんか感情的にならずに己の信念を貫く風な役作りをしてくださいって言われた後に、まあどんどん話が進んでいってダーシュラブってなる時の乙女のギャップがすごく素敵な女性です。だからこの時代ツンデレみたいな言葉なかったじゃないですか。あ、な、まあ、そうですよね。だからそれとこれももう走りも走りですよね。ゴンゲです、かもしれないですね。だから本当に今のアニメとかそういうね漫画とかのほんまベースになるキャラクターがこれでもかっていう感じで、現れてね出てくるわけでございますけれどもね、先ほどねティザー PV の中に新規情報ございましたね。ありました、いっぱい書いてあります、うん、お気づきだと思いますけれども、新規キャラクターがサーンとパパパーンと出ておりましたはい、これ分かりましたか皆さん、どんなキャラ出てたか。はい怪しい見てたんで怪しいな、僕スライムに夢中で見てますいやいやそうなのはい、ということでございまして、まあ当然皆さんも言ってももうだいぶアフレコ進んでるんですよね。そうですね、お話自体もすごく進んでおられると聞いておりますからね、どういう方が出られておられるか知っていると思われますが、追加キャストの発表したいと思います、うん、
ね、皆さんもドキドキしたでしょ。まずはこのキャラクターいきましょう。ドン、はい、来ました。ルシエ、レンレン役でございます。これ伊藤かなえさんがね、演じられておられますね。まあさっきからねチラチラとお名前出ておりますけれども、キャラクター紹介いたしますと、戦争孤児であったところをジオに引き取られ、陽子とこう、ね、兄弟のように育つと。その体にはですね、ダークシュナイダーが封印されており、そのためかダークシュナイダーが覚醒してない時の容姿も言動も、14歳にしては、ね、結構幼いということでございますね。はい、じゃあちょっとコメントもいただいております。伊藤さんからどん行きましょう。こちら、はい、ルーシェレネを演じさせていただきます伊藤かなえですということでね、最初のルーシェの印象はとてもピュアで守ってあげたくなるような男の子だなと感じましたと。ダークシュナイダーとは対に当たるキャラクターなので、可愛く無邪気さたくさん詰め込んで演じてみたいと思います。お楽しみにお待ちくださいと、うん、いうことでございます。まあこれもかなりキーになるね、そうですね、キャラクターでございますよね、うん、まあもう我々は聞いてるんですけど可愛いですよ、ね、可愛い、可愛いですよね、このギャップがね、ダーシュとの対比がね、また面白いですよ、ダークシュナイダーが出てるときはルシアじゃない、そうですね、こうまあまあ表裏一体というか、うね、でもちゃんと自分の中に、ね、魂が融合してますから、うん、ね、陽子さんに逆らえない部分もあるという ね、これも面白いんですよ、うん、はい、じゃあ続いてこちらのキャラクターです。ドン、お願いします。来ました、はい、アビゲイルでございます。やりました、杉田智和さんがいられます。はい、これはもう楽しみでしかないといった感じございますけれども、キャラクター紹介させていただきますと、闇の、反逆軍団四天王の一人でございまして、冥界の預言者と称された暗黒僧侶でございますね。呪術で操るアンデッドで構成された腐敗の軍団を従える、そしてカルスと共に破壊神アンスラサックス、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 ありがとうございます、アンスラサックス復活のためですね、封印をその手にせんとですね、メタリカーナへと、進行するというキャラクターでございます。コメントいただいております。こちらと、はい、アニメ化バスタード、マジで、そう、みんなそうなんですよ、マジで、びっくりしておりますね、うん、同じ世代ですから、そしてアルゲリア君に決まってキャラクターと同じように、笑った気がしました、ね、決まった時にハハハとね、はい、誠実に向き合い作品に彩りを添えられれば嬉しいですと いうことでございます。これもいい感じですか。当然開演プリがね、杉田さんのもうね、アビゲイルって一見ただ怪しげな人だけに見えるかもしれないけど、はい、セリフの要所要所に何でしょうね、あ、何言ってんのこいつっていうギャグ戦が必要になってくるセリフとかがちょいちょい混ざってて、なるほど、だから最初いろんな人ここでバスタードアニメ化ですよってキャスト決まった時に、うん、アビゲイル誰なってすっげえ聞かれたんですよ、うん、その時に杉田君だよって言ったらみんながあーってなってましただから完璧だと思います。なるほど、めっちゃ面白いキャスティングだと、うん、続いてこのキャラクターどう、はい、来ました、カルスでございますね、うん、かっこいい、はい、こちらは小野賢章さんが演じられます。闇の反逆軍団の四天王のですね、一人でございますね、かつてダークシュナイダーの右腕にして友人、親友であった、うん、ダークシュナイダーと、被験する実力を持つ魔導士でございまして、冷却系呪文をですね操れるわけでございます。魔力が滑るですね、理想郷ソーサルキングダー、ソーサルキングダー、ソーサルキングダーなんでカタカナだけするの現実のため破壊神、アスラサックス嬉しいなアスラサックスの鬱屈の封印を解かんと小国でいいですかね、うん、はい、のですね進行を開始するということでございますね、もう強大な壁となるわけでございます、うん、さあそんな中小野さんからのコメントいただいております。こちらドン、カルスを演じさせていただくことになりました小野賢章ですと。ダークシュナイダーと対立する立場であるカルスはですね、冷静な性格で四天王の中でも圧倒的な魔力を持っていますと。魅力的なキャラクターに花を添えられるよう頑張ります、応援よろしくお願いしますということでございまして、これもね、ああ素晴らしいキャスティングであるなと、うん、ノリに乗っておりますからね、うん、そうですね、はい、カルスは結構あの闇を抱えた、うん、そうですね、キャラクターなんで、はい、なんかその感じがあの賢章くんすごいうまくどういう、うん、ポジティブな男の子よ賢章はでもね、あの子もちっちゃい時からずっとね魔法やってたからね、まあ、魔法は得意、魔法は得意、魔法得意やから学校通ってましたから、ね、そうですね、通ってたからね、はい、さあ最後はですねこちらでございます、ドン、
はい、来ました。シラテルメタリカーナを演じるやつですね。これは遠山奈央さんでございますね。はい、メタリカーナの王国の王女でございまして、うん、長い黒髪が特徴の美女でございます、うん、王族としての誇りと使命感は強いが、世間知らずで欲望のままに切るダークシュナイダーに振り回されるうちに惹かれるようになる。あらあら、惹かれてしまうのか、あるやつですよね。お嬢様がね、ヤンキーに惹かれるあのパターンなんですよ。まさにパターン、そのパターンをもうこんな早い時代からやっとったんですよ。なるほどね、確かにそうですね。そういうことです。さあ、そんな中、富山さんのコメントいただいております。こちら、シーラを演じさせていただきます、富山直でございますと、はい、豪快なアクションや、爽やかなシーンといったですね、刺激的な見どころが多い今作でございます。個人的にアフレコで楽しみしているのが、極悪非道の敵キャラたちでございますと。どうして、もう先輩たちが大変生き生きと、ふるって演じられておりますので、これ圧巻ですと、絶対見てくださいということでございますね。令和の時代にバスタードの新たな魅力をお届けできるよう、私も一生懸命、精一杯、潰させていただきますので、放送までお楽しみと、はい、いうことでございましてね、うん、ありがとうございます。どうですか、アフレコの雰囲気、その辺ちょっと伺えたんですけども、楠木さん、現場どんな感じですか。先輩方ばっかり。そうか、そうだよな、すごいでしょ。やっぱり始まると、まあ、戦闘シーン多いっていうのもあってピリッとしてますし、陽子さんは結構こう戦ってる間は、陽子さん自身が戦うことはあまりないので、なかなかね、後ろで勉強しております。そうだった。後ろで先輩方の聞きながら勉強してます。なんか勉強になったことありました？あ、言い回し の、 そのセリフ、あのさっきも言いましたけど、が私はこう脳内再生をするのがなかなか難しいので、が先輩方がどんな風にこう語尾を収めてるのかとかっていうのを聞いたり、バリエーションとかを聞いて結構勉強してましたね。でも私、ともりの聞いて、わー、ともり昭和って思ってできてました。ぴったり、ほんとぴったりだったよ。よかった。令和に昭和って。どうですか、ゆかさん、現場は。もうすごくなんか明るい現場ではあるのは間違いなくて、今はやっぱりまあちょっと収録の方式としてはこう、そうか、限られた人数ではあるんですけれど、やっぱり皆さんすごく熱く戦ってらっしゃったり、叫び散らしているということもあって、あの温度調整が意外と大変で、すごい、そう、気象さんがやっぱ汗だくにやっぱなられるんで、そうね、熱くなるよね。そうです、温度調整係です、私は。めちゃくちゃ近いところにね、もう席取るんですね。ててててってやって、気象さんの汗の感じで冷やしたり温めたり、風邪ひかん程度の温度。そうですね、でも本当に熱の入ったアフレコ現場ですね。とにかく叫びが本当にすごい。叫び多い。もうダークシュナイダーはもちろんなんですけど、はい、ダークシュナイダー本当に普通にやってたら声枯れるぐらい。もう本当に叫びが多いですね、本当に。うん、楠木さんも、あの陽子もなんだかんだ言って結構怒ってるじゃないですか。そうなんですよ、結構ずっと、ね、いつも怒ってたり叫んでたりとか、そのルーシェーって叫んでたりとか、まあ、あの他の二人もそうなんですけど、すごい、もう叫びがいっぱいです。いや、特にダークシュナイダーもう、あの、なんか舞台みたいに喋るんですよね。そうなんですよ。その、オラーみたいな。半分以上は、あの、シャウトしてるぐらいなんで、だいたいハリゼリフなんで、これはまあ、大変っちゃ大変ですけど、毎回でも、あの、バスタードの、現場が終わると本当になんか一仕事やり終えたような爽快感感じることができて、もう、ね、よしこなしたと、給料分の仕事したぞっていう本当なんかちゃんとしたこの達成感みたいな、達成感ある、カタルシスって言うんですか、毎回感じてますね。素晴らしいですね。次は主題歌でございます。今回オープニングアーティスト、エンディングアーティストも解禁となりました。まずいきましょう、オープニングアーティストはこの方です。ドン来ました、はい、コールドレインさんでございます。かっこいい、はい、ということでございまして、これ皆さんもう聞いていただいたんですか。これははい、もう聞きました。どんな感じですか。かっちょいです。かっちょいい、めっちゃかっちょいい、ぶっちぎりでかっこいいですね。まあ、これどこまで言っていいか分かんないですけど、根幹にやっぱメタルって必要なんですよ、バスタードって。あ、絶対に、あの、うまくは言えないんですけど、リスペクト的にいろいろありますね、オマージュというか、ね、なんかやっぱメタル調の曲がいいなと思った時にコールドレインさんで聞いて、あ、そうなんだと思って音源聞かせてもらったら、あーと思いました。あースタイリッシュな現代風の、ね、やっぱちゃんと激しさがあるし、でなんかミクシャー的な部分もあるんだけど、やっぱ メタルイズムみたいな根本的にはあるから、なるほど。あとなんかサビに入る直前というか、サビのドア玉っていうか、
が、うん、が一瞬ね、俺だけかもしれないけどダークシュナイダーの声に聞こえるんですよ。おお、キャッチャーって なんか一瞬あるんだよ。あれがなんかそう聞こえたんだよ、うん、僕はね。かっこいい。うん、オープニングの映像ももうカンパケで見ていただいてて、うん、あのだから映像とのこう合わさり具合とか、うんうん、めっちゃかっこいい、めちゃくちゃ動くオープニング、本当に綺麗、すっごい下世話なことを言わせてもらうと嬉しそう、いいですね、嬉しそうなデジタル配信ね、うん、ぜひ皆さん売れてほしいですよね。だから今回やっぱバスタードっていうところで、まあ、全世界に待ってる人たちがたくさんいるし、はいはいはい、英語にしたかったんですよね、オープニングで。なるほど、うん、そうなんです。でコールドレインさんってもう全部全曲英語で歌われてる、うん、そうなんです、アーティストさんなんで、まあすごくいい感じにハマったなっ、うん、いやそりゃそう、はい、いやちょっと楽しみにしましょうね、うん、エンディングアーティストはこちらの方でございます、ドンシェルさんでございますね、うん、これまでちょっと打って変わった、うん、なんか非常に透明感のあるというか、うん、一人探して、エンディングどんな感じですか皆さん。収まる感じです。あら、うんうん、オープニングはやっぱたぎる、あの焚き付ける感じですけど、はいはいはい、ちゃんとエンディングで一回収めてくれる感じがして、うん、しっとり見れていいですよ。ちょっとほっとしますよね、うん、いっぱい戦った後にちょっとあのエンディングが流れると、うんうんうん、よかった、ちょっと一旦休憩落ち着かせてくれます、うん、あそう、あみんながこうカカカカ集まったものを、うんうん、ちゃんとこうクールダウンさせてくれるような、うんうん、賢者タイムみたいな。おいお前は何を言ってるんだよなぜそれを女性が言う、あいつは何なんだ、あの子は経験したこともないくせになぜそんなことを言う、知りもしないくせにどうやってリアクションだよ女子どうやってこれ英語字幕つけるってことなんだろ、ほんでこの作品においての賢者のあり方がややこしいまあ本当にですね、映像どうでした、あのエンディングの。僕好きですよ、テイストの違いっていうのかな、なんかそこがちゃんとメリハリがあって、まあ、この作品自体もなんかハードなところだったりギャグなところだったり、うん、悲しいところだったり、人のために体張る命張るようなところとかでメリハリがある作品だけど、そういう意味でやっぱオープニングとエンディングで全く違うし、絵のテイストもそういう意味だと変えてくれてたから、僕は個人的にはあなんか振り落ちる感じ、嬉しいですね。すごい好き。くのきさんいかがでした、エンディングは。最初にヒロインたちがツーってなるカットがボンボンできた時にもうそこだけで鳥肌が立つのに、その後にボーカルの方がバッて入るんですよ。だからやっぱその絵と曲のこう相乗効果というかがすごくって、やっぱ見たこう一通り戦いを見終わった後に、あまた次見たいってなるエンディングだなって思いました。ヒロインたちがね、エンディングが出てくる、ね、はあはあ、ありがたい。どんな格好で出てくるかもぜひ注意。ありがたいよ。ありがたいよ。ありがたいよ。ありがたいんだから。いろんな感情を出しはんな。すごいな、もう。じゃあ続きまして、続々と、新規情報が解禁となっているバスタードアニメ化決定特番でございますが、今回はですね、この監督を務めておられます尾崎高春さんへですね、インタビュー取材を観光してまいりました。さあどういう、インタビューになってるのかご覧いただきましょう。どうぞ。バスタードっていうのはそのもうずっと前からあって、その原点、日本の中でもちょっとエンターテインメントのアニメだったり小説だったり、コミックだったりのファンタジーの原点になるかなぐらいなことを思ってまして、実際そのバスタードがその連載されてた頃のその時代にあまりこういったいろいろなファンタジーの突っ込んだものってものがなくて、これ読んだ時にみんなこのファンタジーの世界観にもうすごい引き寄せられて、僕もその当時まあ一ファンでですね、まあ子供だったんで連載見つつ でそういう原点のものが、バスタードでありつつ、キャラクターたちもすごい過激だったり感情豊かで、やることもド派手でみたいな感じで、まっすぐすぎてもう盛りだくさんすぎてもう何をどっから説明していいのか分かんないですけれども、とにかくそのいろいろなアプローチ迫られることができるので、知らない方も新しく見て、あこれが原点だったのか、あ今あるファンタジーの元ネタってここなのかみたいなところがたくさんありますんで、もうとにかくない要素がないぐらいなくらいいろいろな角度から楽しめるっていう部分が、もうそれがもうバスタードなのかなと思ってます。そうですね、まずダークシュナイダー谷山さんなんですけど、まあオーディションで各キャラいろいろその何名か
テープだったり聞いてあれしたんですけど、谷川さんがね、あの一番最初だったんですよ、順番。もう聞いた瞬間に、あ、ダークシュナイダーだってことで、候補者いっぱいいるけど、一応全部聞きましたけど、最初の一発目で一番目に来たのが谷山さんで、さらに、あ、なんてドンピシャリなんだって、ダークシュナイダーが、あの、いるみたいなとこで、僕の中ではもうブレずに、もう最初から谷山さんって感じで、ようやくは、その、楠木さんとかは、その、とにかく、まあ、イメージ通りに爽やかで、若くてその元気な子っていうのがね、声優さんの中ではね、そのいっぱいいるんですけども、その中でも特にそのクリアなボイスを持てたりとか、そのこれからの可能性含めて、あと新鮮さでいうと、まあ、僕ちょっとお仕事今回楠木さん初めてなんですけど、すごい新鮮さがあったので、なんか変な話ね、あんま修羅場くぐりすぎててなんか毒持ちすぎててもあれな気もするんですけど、まあちょっと失礼な言い方なんですけど、楠木さんそんな感じしなくて、あ、なんかさっぱりした感じで、あ、ようこぴったりじゃないと思ったのが、あれですかね、決め手ですかね。ガラの安本さんもこれもダークシュナイダーと一緒で、もう安本さんしかいないだろうぐらいな感じで、もう通常からもうのぶとい感じで、あの感じで、なんか見た目も体格なんか良さそうだし、これ、なんか、これ実写版やってんじゃないかなぐらいなイメージですかね、皆さんね。なんか、その中にヒカサさんが、まあ、ね、名役で登場というか、うん、あ、やっぱりちょっとエロチック な感じ思った、まあ変な意味じゃなくて魅力というか、そういう部分を持った人でいうと、あ、ヒカサさんじゃないのみたいなところで僕の中ではあったんで、まあ、もちろん通常の芝居もいろいろ作品で見させていただいてるんで、あ、もうぴったりだなと思ってて、こだわりというか、まあ別なのかな、まあ好きなシーンというか、まあいっぱいあるんですけど、まあ原作も長いんで、オープニングとエンディングで、あれなんですね、その原作のね、表紙絵をモチーフしたシーンを一つずつ作って、アニメ化するときに本編を映像にすることできるんですけど、表紙とか、なかなか映像にするの難しくて、キービジュアルの、あれをなんか映像の中に入れたいなと思ってて、オープニングの中にね、ちょっと横パンするカットなんですけども、表紙は何巻だったかな、あ、これだ、これです、これを一応オープニングの映像に入れました。これ萩原さんのイラストの中で一番好きで、さっき古典ファンタジーで裸のバーバリアンたちが大暴れするのかっこいいって言ってたな、もうまさにこの世界かなと思ってて、なんかあれの海外でもコナンザグレートみたいなのを日本で、あ、こんなかっこよく描いてんのってあんのかよって、あ、来てますね、これ、これです、これです。もうちょっとのシーンなんですけど、こう紙揺れただけで、やっぱりこれ止めるのがこう、あ、動いてるってことで、あ、なんか生きてるんだって感がまた、さらにね、なんか強まってくるっていうか、これちょっと再現したくてやりたかったのと、あとエンディングの方もなんかね、イラストがあって、なんかね、萩原さんの表紙絵とか、その辺ってすごい魅力あって、構図とか、かっこいいんですね。なので、それをその映像化に何か取り込めないかってことで、オープニング、エンディングでこの辺がちょっと自分の中では少し、リスペクトみたいな感じなんですかね。なんか、オマージュというかね。で、原作でもなんか、そのイラストの元知ってる方はこれ見て、あ、あれだってちょっと気づかれると思うんですけど、まあ、まだ、知らない方とか、探してみてくださいみたいなね、なんか、宣伝見たくなっちゃいますけど、こんなね、なんか、うん。あとはもう魅力あるシーンいっぱいあるんで、ちょっと説明しきれないかなみたいな、なんか感じですかね。我々世代で見た人間がトラウマじゃないけど、ヨーコとスライムシーンっていうのがあって、これ絶対もう見た人忘れられないっていうか、ファンタジーのなんだろう、エロシーンって言ったらやっぱこれ思い出しちゃうんですよね、自分も。ヨーコが、あ、このスライムになんかね、好き勝手されるのが、これはすごい印象的で、してこれも自分やりたかったんで、その、根底もこの話数は自分で書いて、その、もうちょっとプラスするぐらいね、ちょっと長めに撮ったんですけど、これね、いろいろ映像化今まであったのかもしれないけど、みんなやりたいと思うんですよ、我々世代、バスタードファンの絵描く人は。これはちょっとありがとうございますって感じですかね、なんか。僕実はこれで満足しちゃったりとかしてるんだって。あ、これのコンテかけてよかったと思って。
面白い。面白い。いやー、皆さんもインタビュー中、ずっと喋ってました、ね、一喜一憂しておられましたけれども、じゃあ、いかがでしたか、今の。いや、もう監督、やっぱ見る目あるっすね。監督、正解だよ、キャスティング。でもやっぱり、まあ、我々もこの漫才のコンテストとか出ますけど、はいはいはい、一番最初って、すごい。評価の基準にされるんですよ。言いますよね。それで走り抜けたって。いやー、やっちゃいました。すごいですね。トップバッターやっちゃいました。もう俺しかいない。間違ってなかった、ね。いやでも、うん、なんかオーディション受けてる時も、うん、なんかすごくしっくりきたんですよね。あのダークシュナイダーのこのギャグなとことか、すごく大げさな部分とか、うん、叫ぶとことか、まあ元々叫ぶのはあの高いキーで叫ぶの得意だったもんですから、はい、これをもしあの。なんでしょう、制作側が気に入ってくれたら、うん、ハマることはできるだろうなと思ったんで、うん、今あの初めて監督のご意見というか、うん、ダークシュナイダーぴったりだったんですよねって言ってもらえて、うん、ようやくなんか着地した気がもうアグレコほぼ終わってるんですけど今ようやく早く聞きたかったで、いや本当にダークシュナイダーはとにかくやっぱ難しくて、今そのヤンキーみたいな、そういうあの悪いやつみたいなのができるその主人公ってなかなかいなくて、すごい名だたる方が手をいただいたんですけど、やっぱそのそういうなんかその悪いんだけどその中になんかこういいとこがあるみたいなのはすごいやっぱ昭和ヤンキーテイスト、そう感じたんですよね。素晴らしいですね。ああ、いやいや嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。ね、嬉しかった。いかがでしたか、楠木さんは。私もあの監督に初めてこういう話聞いて、それこそ現場で私本当に一人だけこんな新人で大丈夫かしらって思っていたぐらい であのテープで提出した音声と、はい、あのアフレコの第1話でいろいろディスカッションして相談していったボイスが結構違かったんですよね。だからなおさらどうしてなんだろうってずっと思ってたんですけど、あ、声質そのもの見てくださってたんだと思って、ね、すごい嬉しかったです。やっと安心してアフレコできます。もう終わるんだ。終わっちゃうけど自信持ってアフレコできます ね。監督も言ってましたけど、やっぱそのクリアな中に、うん、まあ、叫びとかすごいやっぱ多いんですけど、はい、叫んでる中にも可愛さがあるっていうところは、うん、なんかすごい良かったなと思ってます、ね、いい話。ありがとうございます、はい、叫んでるのに可愛さがあるってすごいですね。そうなんですよ。助けてって言ってるのにみんなが可愛いと思ってる。ちょっとですよ。ちょっとね。やっぱ陽子さんとか可愛さはやっぱないね。やっぱり陽子さんはね、非常に可愛さ必要ですから、はい、そして、まあ、実写もやっていたりするこれでもさっき僕言ったんですけど、もうアビゲイルのオーディションテープが会心の出来って言ったじゃないですか。自分の中での頭の中にあるアビゲイルが、あ、ダイヤモンド、ダイヤモンドが面白くできたなって言ったけど、ガラに関しては、はい、素なんですよ。もう安本で。そんなに役作りとかセリフとかは当然昔から読んでるから理解はしてるし、うん、でもまあこのシチュエーションになったら俺はこう言うよなっていうほぼ素でお届けしたんです。なるほど。それがそういう風に言っていただけたってことは、あ、合ってたんだと思って、やっぱこれから先のアフレコすごい頑張れるなって。終わるよね。終わる。でもすごく嬉しかったですね。その、うん、僕が多分自然にその己の中にあるものをドンって出したら、実写版までおっしゃってくださるぐらいなんかハマってたっていうふうに見ていただけたのはめちゃくちゃ嬉しいですね。ね、うん、本当にね。さあ、そして一番スケベな女です。いかがですか、声優界で一番スケベな女。合格かいな、お前。どこがや。肌色全然ないやん。監督がね、私のエロさんにも目もやられてしまったっていうのを証明されてしまった。マジでないな。溢れ出てたよね。溢れ出てたよ。さっきから悪目立ちしやがってよ。そんな台本だったかな、オーディションの時。悪目立ち。結構戦ってるセリフとセクシーなセリフ、まあ、でもそのギャップはね、2つあります、はい、やっぱりアフレコでも演じていく中で、うん、ネイって意外とやっぱ意外と女性らしい部分もあるので、ヒカソさんだけメロドラマやってるみたいな動きあるんですよ。そうそうそう、もうずっと愛してる愛してるって言ってて、モノローグでずっと愛してるって言ってるんで、なかなかないよ
よね、あんなに愛してるっていう。そうなんですよ、私もでもあんまり監督とちょっとやっぱ現場でお話できる機会がなかったの で、ね、で映像を見させていただいて、監督がなんか喋ってるところも初めて見たかもぐらいの感じだったんで、でそう監督、あこの作品すごいバスタード好きなんだなって思いました、ね、うん、表紙のねやつをこうやりたいんだとか言って、うん、すごい生き生きしてて可愛かったです。コロナ禍じゃなかったらもっといろんな話聞きたい、ね、本当に、ね、そうですね、まあ、でも表紙の話とか面白かったですね。面白かったですね、監督のリスペクトがすごく素敵、本当素敵、うん、中に本編は映像にできるけど、うん、表紙は映像にできないっていう、ね、いやでもかっこいい、なるほどと思って、ね、ま、表紙のレイアウトがかっこいいんですよね。監督もなんか自分が子供の頃に読んだ作品だっておっしゃってたけど、ひょっとして、うん、え同世代かもしれないですね。かもですね、本当、うん、でもやっぱりスライム力入ったんですね。です ね、 ね、スライムあれで満足してる、満足したら座っちゃう。まだ先は長い。ケンジャタイム作ってない。ケンジャタイム。だから後半ケンジャタイムだから逆に満足しちゃったあれで。そう。残るがケンジャタイム。ケンジャタイムです。もうあと20話あるんですよ。20話ケンジャタイムです。さあここで配信情報でございます。アニメバスタードはですね、今年2022年にですねネットフリックスにて全世界同時配信が決定いたしました。さあしかもですよ、2クールでございます。ボリューム満点の2クールでバスタードが楽しめるということになっております。はい、ここはですね本作のプロデューサー鶴岡さんにお聞きしたいんですが、はいはい、このネットフリックスでのボリューム満点の2クールということがね決定しておりますが、なぜネットフリックスの配信なのでしょうか。そうですね、本当にこの企画めちゃくちゃ前から動いてて、うん、制作自体も2年ぐらい前からもうやってるんですけど、うん、まあ、やっぱりその全世界にやっぱ当時人気があった原作で、世界中のファンの人たちが、まあ、原作をちゃんと最初からアニメ化するっていうのを待ってるっていう風なところで、まあ、やっぱりそのネットフリックスさんで全世界同時にもう一斉配信するっていうで、まあ、いろんな字幕とかもやってっていうところで、まあ、全世界の人たちに一気に届けたかったっていうところと、うん、あとまあ安本さんもおっしゃってましたけど、まあ、この作品こう本当にこう流せるのかみたいなところもあると思うんですけど、その辺はやっぱネットフリックスさんだと、まあ、その海外ドラマとかもいろいろやってる中で、はい、もうこのバスタードの内容を余すとこなく、うん、映像化できるというふうなところがありまして、まあ、今ネットフリックスで、まあ2クールでやろうというふうな形になりました。でこれ2クールなんですけど、分割で配信されますので、はい、まあ、続報は追って、お知らせしますのでお待ちいただければなと思います。はい、ありがとうございました。ということで皆さん、今年2022年バスタードネットフリックスでの配信スタートとなりますので、ぜひお楽しみにしてください。続いて原作情報でございます。ジャンプコミックス1巻から27巻発売中でございます。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックでもチェックしてください。そしてバスタードフィギュア化情報でございます。メディコスエンターテインメントより重大発表でございます。主人公ダークシュナイダーと雷帝アーシスネイがですねフィギュア化決定いたしました。うわー、今後の展開を楽しみにしてください。はい、ということでございます。もうね、残念ながらあっという間にお時間が来てしまいました。最後にご覧になっているねファンの皆さんにですね、今日の出演者の皆さんから一言ずつ頂戴いただきたいと思います。鶴岡さんからお願いしていいですか。はい、いろんな人から、業界とかからもすごいバスタードやるんだねとかって、うん、本当にいろんな人から言われて、でやっぱプレッシャーもすごくあるんですけど、はい、のライデンフィルムさんと、あと、まあ、尾崎監督と、まあ、非常に頑張っていただいて制作しておりまして、まあ、もうちょっとお待ちいただいて皆さんに見ていただける日を本当に楽しみにしております。で今後公式ツイッターとかで情報をどんどん発信していきますので、はいはい、ぜひチェックしてフォローしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ひかささんからお願いします。はい、バスタードという作品、本当に前88年の連載が始まってからずっと人気で、楽しみにしてくださっている方も本当に多いと思います。私が演じさせていただいているネイはもちろんかっこいい女性でもあるんですけれども、物語が進んでいくうちにすごくダッシュを愛する女性としての美しさみたいなものも描かれます。意外とこの男性の方よりももしかしたら女性の共感が得られるキャラクターでもあるかもしれません。ぜひぜひ男性女性、老若男女皆さんぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。
じゃあ続いて安本さんお願いします。まあ我々のような古のお宅はですね、バスタードってのはやっぱ避けては通れないし、喜んでこの沼にはまっていったんですけども、それに入っても早も何年も経ちました。私ももうね44といい大人なんですが、またこの世界観に触れることによって当時のいろんなものとか思い出せて、感覚とかも取り戻すといいますか、なんだろうな、ああこうこれ見たこれ見たこうだったこうだったっていうのがアニメでもすごく丁寧に描いておりますので、我々のようなもう一度言いません、イニシエのオタクも楽しめるものになっておりますし、最近 の, ピュアな、ね、生まれたてのオタクの皆さんもですねあそうなんだ、昔ってあったけど今も私たちが触れてるものにとこに近しいなとか、なんか不思議な感覚になると思うんですよ。そういう側面での楽しみ方もできると思いますし、あとキャラクターがとにかく全員ぶっ飛んでて、それがその人たちが織りなすストーリーもものすごく面白いものですし、先ほど PV 見ていただきましたが絵もとても綺麗になっておりますので、全部を楽しんでいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ続いて久野木さんお願いします。はい、本当に世界中の方からずっと長く愛され続けている作品ということで、非常にプレッシャーも感じていたんですけれども、今日監督から聞いた言葉で一安心しつつ、先ほど安本さんもおっしゃってましたけど、このバスタードに触れてない私と同世代の方っていうのも、こう、あ、これってこの頃からあったんだとか、あ、この作品ってここに影響を受けてるのかもしれないみたいな、そういう視点で見れるのって私たちの世代の特権かなと思うので、ぜひ今回初めて触れる方も楽しみにバスタードを一緒に見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にじゃあ田辺さんお願いします。はい、このバスタードという作品はまあ本当古くからある作品で、ここに来てようやくのアニメ化、満を持して、満を持しすぎたかもしれませんけれどもいささかもうようやくなんでね、いろんなこう待ってましたっていう声が今にも聞こえてきそうで、で最近の、バスタード知らない層の方も、もちろんオールドファンの方も、楽しんでいただきたい、作画も、音楽も、そして我々声優陣も全てがこう火力高めでね、高火力な作品になってますんで、もうちょっとしたなんか細かいことならぶっ飛ばしてやろうぜっていうような、そういう熱量、その作っていく我々の熱量も高い、そういった作品になってると思います。それが全部、画面に、現れてると思います。ダークシナイダーというキャラにですね、特に男性諸君はですね、全て男のロマンを、乗っけてですねあなたも男子になったつもりで見ていただきたい、その全てを僕が背負ってですね演じさせて、いただいたつもりでございます。こうご期待バスタード、よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしい。はい、ということでございまして、皆さん本日はご覧いただきまして誠にありがとうございました。アニメバスタードネットフリックスでの配信をね、お楽しみにお待ちください。本日は以上でございます。ありがとうございました。さようなら。いや、面白かったね。